はい、前回ですね、陸上ホッケーってものの競技がどのくらいハードなのか、そしてそのハードな陸上ホッケーなんですけども、実はね、日本の陸上ホッケーってむちゃくちゃ世界で評価されてるんだよってことをお話しましたね。で、そのむちゃくちゃ評価されてる日本の陸上ホッケーの中でもトップアスリート中のトップアスリートとしてね、実力を発揮してくださっている、なんとね、我が速稼塾のジーコ中村浩二さんがまたね、新しい動画作ってくれましたよ。この今回の動画はむちゃくちゃ編集かましてあってね、ヒカキンさんの動画みたいです。めちゃくちゃ凝ってますね。で、楽しい動画になってます。ただね、ここまでのクオリティの動画ってはっきり言ってね、すごく大変だと思います。これね、5分か6分の動画なんですけども、多分ね、時間にして数時間から10時間前後かかって編集したんじゃないかなと思いますよね。で、編集して見て、ちょっとここ直そうかなと思って直して、音声の量をちょっと多くしたり少なくしたりとかしてバランス取ったりとか、すごく大変だと思うんで、いきなりね、このレベルでやるのはちょっと大変だと思いますけども、まあでもね、本当にここまでの編集技術があるっていうのは一つの武器になりますので、たまにはこういうの作ってもいいかと思います。いつもだったらね、大変ですけどもね。それから外注ってのも結構お金がかかるんですよ。1本動画を外注するのに5000円から1万とかっていう風な価格帯がまあメジャーなんですけども、安いので言うとね、1本動画作るのに300円とか500円とかでやってくれる人いるんですけども、ただね、クオリティむちゃくちゃ悪いんで、そういう金額はあんまりね、私はお勧めしないですね。で、外注するのもまあ利益が出てからでいいんではないかなと思いますから、今のところはね、1人でしっかりやってみて、動画の編集をちょっと軽めにしてみるとか、これがね、なんか役に立つのは何かっていうと、動画の編集をすることを前提に動画を撮ると、結構ね、編集するとき楽な撮影を最初からしとこうかなっていう風な考えになってくるんですよ。だから自然と言葉のつなぎ方も編集して切らなくていいようにすごくね、テンポよくなってきますし、それからあの映像ですよね、映像をこっち見るのかあっち見るかっていうのも編集を意識してやるんで、ものすごくね、撮影の時に最初から効率的にできるわけですよ。で、ひいてはですね、後々外注する時に外注先はどんな動画だったら編集しやすいかなとか、どんな動画だったらスムーズにやってくれるかなっていうね、そういうことも考えながら動画撮影ができるんで、何かにつけてまずは自分でやってみるっていうのはすごくいい力になると思うんですよ。この辺はですね、おそらく陸上ホッケーを基礎からやられてきたジーコさんだったらね、ジーコだったらよくわかってると思います。本当にスポーツと同じように、 YouTube もね、パソコンのスポーツかと思うぐらいですよね。まあアスリートとしてのその力をね、 YouTube でも発揮できると思いますので、ぜひね、 YouTuber としてと、あと陸上ホッケーのアスリートとして、この二足のわらじを一足でね、ガチッとはめて走っていただきたいと思います。それではプロモーションの動画、プロモーションではないですかね、ジーコの作った動画、ぜひ皆さんもご覧ください。今回は見どころありますよ。